南側千歳橋は、東京都豊島区目白一丁目と雑司谷との境界に、ある小道橋である。橋上に目白通りを通し、明治通りをまたぐ、立体交差になっており、東側に位置する千歳小橋で、都電荒川線をまたぐ。橋の西に、JR の目白駅、学習院大学、橋の東北に東京メトロの雑司谷駅、都電の岸も新前停留場がある。 明治通り、都電が、目白通りの北側から神田川にかかる高等橋に向けて、下り坂になっているのに対して、目黒通りはほぼ同じ高さの大地上を通る。西北側、東北側、東南側に明治通りへ降りる階段があり、西北側に明治通りへ降りる車路がある。周辺は、目白台地と関口大地の境目になり、都電の軌道付近には、湯水の流路があった。 また高台のため付近には覗き坂などの急坂も多く、これらの高低差ある地形を生かした設計となっている。1932年の完成で道路の立体交差としては日本初とも言われており、今なお現役であるため土木技術的価値も高く、東京都の著名郷にも指定されている。平成2年には町の美観と調和させるため、親柱や甲欄の衣装が回収された。 地下に東京都市計画道路幹線街路環状台5号線のトンネルを建設中である。ありがとうございます。